はい、どうも、こんばんにちは、すげーです。はい、ですね、トーナメントの9月4日のトーナメントに参加しております。はい、まあ今回のね、このトーナメントは固定なんですよね、機体が。なんでまあガンダムイーズイ8と陸戦型、それから陸戦型ジムで教習と普通のジムだね。まあ、この4機でやっていきますので、よろしくお願いいたします。ということでね、武器を見ようか。 EZ8 の方はバズ2つとマシンガン3点だね。いいね。で、陸戦型の方がビームサーベルにライフルで、ミサイルランチャー、はいはいはい。レーダーがないんだね。レーダーがないからどうしましょうかね。まあまあまあ、このマップなんで、多分2の下あたりに補給が出て、そこからの X とかだと思うので、敵さんの機体かな、機体見てだね。まずグフフライトタイプが多分裸拠点を殴りに来ると思うんですよね。なんで C から出て防衛しましょう。から出て7の下あたり、あの丘の方をしっかり押さえていくって感じで今回やっていこうかなと思います。はい、ということで初動の機体選ぶところまでカット。はい、ということで来ましたね。まずはね、まあ私的には EG8 を使いたいかなって思うんですよね。悩ましい。クイックスイッチでしょ、ミサイルランチャーとビームサーベルがいいんだよね。EG8 でいきましょうか。で、 C から出ます。はい、私はね、防衛メインでいきますね。突されるのが一番痛いんで、まあそれをやっぱこいつガンダムの方でいきます。よし、ギャルでいこう。さあ、楽しんでいきますよ。皆さんもね、楽しんでてください。前回と違ってね、レースマップじゃないんでね、ここは。いや、レースマップか。あ、いいね、いいね、いい格闘。さあさあさあ。私はですね、正直ポイントとかあんまり関係ないんで、そうだね、ここだね。一回外出て、出てここで待ち伏せしましょうか。絶対来るんでね。まあ来たら、ここに来たらもう格闘でブンブンで倒しますけど、どうだろうね。まだ来ないね。あれ、敵さん補給出してない感じだね。出してたらここに来ると思うんですけど、あららら、ら、あ、いきゃそうきたか。やっぱり裸狙ってきたね。しっかりブースト貯めて。えっちゃ思ったけど来すぎでしょ面白い。さあ、どんどん撃ち落としていきましょう。多すぎる。伸びるね。はい、ということで C の防衛に行きます。こいつ、こいつの格闘はちょっと弱い。
でもグフグフフとかなら全然怖くないですね、来てもどうせガトリングなんでと。オッケー、ごめんよ、赤井さん。なかなかバズ食らいますね。いた。オッケー。あー、ブーストが。オッケー。回復してくれんかね、誰かいない？あ、ちょ、あれどこ行った？オッケー、発見。さてと、弾がないっすよ。弾くれ、弾くれ。ある、ありがとう、助かりますわ。なかなかいい勝負ですね。うん、じゃあちょっとね、北の方に行きましょう。とりあえずあのレーダーがないんでね、どんどん攻めるか敵さんをすごいいっぱい倒すかのどっちかやらないといけないですよね。どこにいる？さあ、格闘装備。ありがとう、いけるか。あー、ごめんよ。はい、ということで EG8 来ましたね。 IG8 じゃねえ、いった。あー、終わった。さあ、あ、3点か。よし、支援機で支援機を倒す、これが俺の仕事。やめてやめてやめて、無理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 。弾ない、ほらほらほら、あれ。マジか、しょうがない。あ、裸拠点はないのか。ってことは行くか。さあ、敵さんの X を狙いに行きます。やべえ、楽しいなこれ。
やっぱね、普通の機体だと今ね、もうジオがね暴れすぎてて、もう正直楽しくないじゃないですか。なんでね、こういうイベントあると嬉しいね。うん、悪海がいる後ろから。ナイス、素晴らしい。さあ行こう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 。あ、私が先陣を切る。のほほほ、やわらけー。いいぞ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 、どんどん攻めろ。来るよ。待って待って、なんか早いやつ、早いやつがいた今。オッケー、行かせません。なんだ、下にいる。一回戻ろう。あ、そう、弾ないからちょっと回復してから行こうかな。うん、やっぱ EG8 いいね。私もたまにね、ウェポンラックよく使うんですけど、うん、すごいいい機体ですよね。もう一機、もう一機いたよ。さあ格闘注意。いいね、いなくなった。怖いのがビーコンだよね。敵さんのビーコンがどこに湧いてるかが分かんないんで。いない？ちょっと回復してもらおう。え、君、ありがとう。あざっすあざっす、ごめんよ、撃っちゃって。格闘で多分突っ込んでくるね。やばいね。マジか。よいしょー、はい。さあ格闘がこんな、あ、格闘じゃない、核がこんなとこまで来たね。いる。こっか。下か。上にいるね。オッケー。ミスった、やばいね。
4取られたね。これはやばいよ。わかったやったよっしゃきたよし、はい、ということで第一戦あー勝てた勝てた、よかったあーよかったよかった、なんとかね勝てたよ、よかったはい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、まあ第1戦ということでね、次第2戦の方撮っていきます。はい、もしよろしければね、第2戦9月4日の第2戦ですねの方もよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。はい、ということで、まあどうしようかな。本当はミサイル撃つってのもいいんですけど、それよりもバズで、ね、いろんな敵に広い範囲でダメージ与えたいんで、やっぱバズだね。 A から出てこの位置の後ろあたり行きたいと思います。よし、さあ行きましょう。よし勝つぞ。デラックスもらえるのかな、優勝したら。さあレッツゴー。雨か、はあはあはあ。バストライナーがここに2つと B の前にももう1つあるね。まあ、あ、まあ使うってのもありだけど、まあそこは任せましょう味方さんに。私はここのもうちょっと前の方で防衛ですね。さあ位置を取ってきている。どっちから来るかな。まあまあこうなるのは分かってたけどね。多分 B の前をみんなでガトリング打ってくると思うんですよ絶対。あ、とりあえずミサイル、それから狙えるやつを。これちょっと不利じゃない？これ機体的に無理だよね。どうしよう。とりあえず C の防衛ですね。これ無理でしょう。はい、これはもうデキレースですね。はい、スピードが違いすぎる。うん、防衛どうこうじゃなくてね、まずあのスピードに勝てる機体がこっちなかったんでね。
バズ打ってもあのグフカスグフフライトタイプか、グフフライトタイプはね積載高いから落とすことできないし、ひるますこともできませんからね。うん、無理です。無理です、あれは。うん、はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、これね第2戦とかじゃなくて繋がってますね多分。うん、短すぎたんでね。うん、はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、8月9月か9月4日のトーナメント終了でございます。はい、まあ1回戦と2回戦繋がっていると思いますので、はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。よっしゃー。